尻尾でパンってやんないで。そうそう、いや私にねだったよ。おっと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 、卵大丈夫？皆さんこんにちは、のんさい札幌森ちゃんでございます。本日はサルバトールモニターのペロンちゃんに登場してもらっております。めちゃくちゃ大きいです。ちょっと近寄ってみますよ。しかもちょっと今興奮されてます。うお、迫力満の天でございます。そういうこと言う？そういうこと言うの？ダメだよ、優しい気持ちでいないとね。 OK？ はい、ということで今日はペロンちゃんに卵をプレゼントしていきたいと思います。さあ、丸飲みでパリッといってもらいたいところですが、どのような食べ方してくれるでしょうか。成長したひよこちゃんも一緒に与えていきたいと思います。それでは丸飲みシーン期待でいきます。はい、皆さん大きいですよ。なかなかがカメラ越しだと大きさが伝えられてないのが残念なんですけど、そうだな、わかりますか、ほらこんなに大きいんです。もう私の上半身以上あります。大きいよね。怖い、カメラ曲がったし。すごい夜空ですよ。ペロンちゃん頼むよ、ガッツリ食べて、ガッツリ。オッケーだそうです。卵はおそらく食べてないので、食べ物だっていうテンション、あ、食べようっていうテンションに行きにくいかもしれないです。本能的に食べるんじゃないかと思うんですけど、しつけ役にひよこちゃんに大活躍してもらいたいなと思うんですけど、どうですか。ヒヨです、ヒヨです。おい、やっぱすごいね。お、イエスイエス。で、同じテンションでいかがですか。お、来た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 、待って、そう、あ、ショック。どこ行く、どこ行く、どこに行くの、どこに行くの、どこに行く。あー、ちょ待って、尻尾でパンってやんないで。いやー、私にやったよ。おっと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 、卵大丈夫？私が離れてた方がいい感じなんで、うん、一瞬の出来事まだあるからね。ほら、こんなにあるよ。卵を割っておいてみました。おー、あ、上手、あ、上手。あ、ごめん、それでも上手に言ってくれた。やっぱり殻がね、あると匂いに敏感になれないのかもしれない。まだあるよ。頑張れ、ね、割っちゃったら食べにくいしね。なかなかポロンポロン落ちちゃいますが、頑張って。うわ、すごい、うわ、黄身が滴ってる。うわ、器用だね。こぼしたけど、おいしょ、お、行きました。いや、奇跡の食べっぷりありがとうね。え、貴重なシーン見れたよ。おやすいぽよです。
言ってますわ。はい、皆様いかがでしたでしょうか。ペロンちゃんのものすごい野生にあふれるシーンを見せてもらいました。いやいや、かっこいいよ。結構ドヤ顔してますもんね。はい、まだ探してる卵あるよまだ。はい、ということで皆さんグッドボタンお待ちしてます。ペロンちゃん可愛かったって方はぜひちょっとよろしくお願いいたします。いやいや、またこういった動物たちの野生にあふれるシーンを皆さんにお見せできたら嬉しいです。はい、ということで皆さんまたお会いします。森ちゃんでした。またね。食べる。あ、潰しそう、潰しそう、潰しそう。でも潰れてない。鉄のプロの技。